これは、丸ソーダっていうやつ、まあここらでいうとこのろうそくとか鉄砲とかっていうそまやねんけど、あんまあ、生で食べれんことはないけど、あんまり食べん方がええ方のそまやね。これは 白ごまっていうやつ。見分け方はどう？見分け方は、まあ、顔つきもちょっと違うんやけど、目が小さいっていうのもあるんやけど、このモンモンが、このモンモンね、これが、この背中のヒレにひっついて、きれいに尻尾までこういうふうにペケに入ったのがヒラソウ。ヒラソウ。これ何ソウなんですか？これ丸ソウだ。これ丸ソウだ。うん。これペケじゃない。そうそう、これ入ってないわ。ペケの上に。上に入った。これがソウだ。これは丸そうな。丸そう。これは、カツオっていうのも、ウロコもここにしかないね。本がそうでしたけど、ウロコはここに。ここもウロコないか。だから、これは、今日はこう一部、塩焼き。塩焼き？はい。丸そうだ。え、これソマーで言うやつないの？ソマー。ソマーが全部丸そうだっていうの。結構好きなんだよ、丸そうだ。っていうやつだね。ちょっと砂漠は治療家でやるからちょっと流します。ちょっとその子前で目小さい顔つきのここが長い選んだ。これで一番弱い。こんなここがモンモンが最後消えてった。綺麗に入ったのがヒラソウだ。ヒラソウ。ここらで言うソマ。ほんまは正式は名前はヒラソウだ、丸ソウだ。ここでソマっていうやつはヤイトの子だよね。あ、ソマってやつ。ソマってやつ。はい、正式の名前は。ヤイトがついてるやつね。点点点。そう、三つついたのがほんまのソマガツオってやつ。あれはこの辺ではヤイトって言ってます。でこれ、もう。ソマはこっからこう斜めに切らんと縦にで、こっからここが硬いんで、カツオ類はこの下が硬いで、こうぐるーっと大きな肉と減らす。右側がこれ硬いんです、はい、これね、これをどうやって食べるか。美味しいよ。生では食うたらあかんってことですね。火通したら大丈夫。火通したら全然食べれる。大丈夫。これ、もうこれで OK ですか。はい、下ごしらえ、はい、これは丸っぽの塩焼き。うまいから。